はい、皆さんこんにちは。今日は今大注目のデザイナーズブランドロックの購入品をご紹介したいと思います。今回初めて購入したわけなんですけれども、まずこのロックについて簡単に説明したいと思います。このブランドはですね、ロンドン在住の韓国人デザイナーのロックファンさんによるブランドです。日本語だとロックっていう人とロクっていう人、2つに分かれるんですけど、正しい発音がちょっと分からないんですが、ここではロックと言わせていただきます。でこのロックファンさんなんですが、フィービーファイロが率いるセリーヌで活躍された後、ルイ・ヴィトンとかクロエでも経験を積まれた経験豊富な若手デザイナーさんでして、2018年には LVMH プライズ特別賞を受賞されている、今世界で最も注目を集めるデザイナーさんの一人です。でフィービーの時代のセリーヌは私もすっごく好きでして、そのフィービー時代のセリーヌの経験がすごく生きてるんだなっていう感じがしました。で本当にこのコレクションをね、見た時は天才だなって思いましたね。まあ、私のドストライクのデザインだったっていうのもあるんですけど、まあ、久しぶりにこんなに服を見て感動しましたし、こういうブランドをね、私はもうずっと待ち望んでおりました。最初に知ったのは、なんかの雑誌にモデルの菊池亜希子さんがロックのワンピースを着てたんですね。でそのワンピースの可愛さに衝撃を受けまして、これはどこのブランドだろうと思って調べたらロックだったんですよね。はい、ではここからは、購入品の紹介に移っていきたいと思います。今回はスカートとシャツ2点購入いたしました。はい、1点目はこちらのトレンチスカートですね。こちらがまた可愛いんですよね。こちらはですね、ネッタポルテっていうサイトで購入してきました。海外の通販サイトみたいなんですけど、私も初めて利用したのでちょっと大丈夫かなって不安だったんですが、全然大丈夫でした。注文してから2日ぐらいで届きましたね。で生地感はちょうどいい感じの肉感ですね。で表面もこうしっとりしてて、とても柔らかい素材が使われています。丈は結構私が着ると巻き下丈ぐらいになっちゃうんですけど、モデルさんが着ると足首よりちょっと上ぐらい、身漏れ丈ぐらいかなになります。アイラインでこうシルエットはこうストンとまっすぐに落ちるような感じになります。ここのベルトが特徴でして、2つのベルトがこうクロスされているんですよ。ここに私はグッときました。でここのクロスのベルトはボタン留めができて取り外しも可能です。はい、後ろはこんな感じです。サイズは34を購入しています。おそらく一番小さいサイズなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとサイズ展開がよく分からなかったです。で34でもやっぱり私はそんなに身長高くないので結構ブカブカでしたね。まあ、でもずり落ちることはないかなって感じです。ウエストにもリボンがついてて、まあ、ここで多少の調節は可能です。後ろの方にもこういうねベルトループがついているところ、こういうトレンチコートの細部をしっかりと表現されている、ここがねすごく好きなポイントです。でこれラップスカートになるので、ここがボタン止めになってるんですよね。こんな感じで、こんな感じでラップスカートになってます。でここにはちゃんとロックのタグがついてます。このボタンは多分飾りですね。サイドにはしっかりポケットもあります。こっち側にもあります。ちゃんと裏地もついてます。でやっぱり女性はこういうクロスさせたりとかチラ見せさせたりとか、ちょっとセクシーで可愛らしい要素があると好きなんですよね。なんかこういうポイントがロックは所々にあるんですよ。こういったデザインっていうのは女性ならではの良さだと思うので、女性の服の良さを最大限に引き出してくれるのがロックの魅力だと思っています。デザイナーさんは男性なんですが、女性の好きなポイントを本当によく理解されているなって女性の私から見て思いますね。はい、ということでこちらがロックのスカートでした。では次のものをご紹介します。はい、続いてこちらのシャツですね。でこちらはファーフェッチで購入しました。だいたい発送から1週間後ぐらいにこちらに届きました。セールになってまして、もともと6万円ぐらいだったのが 50% オフで、そこからさらに 30% オフだから、結局2万2000円ぐらいで購入することができました。すごいラッキーでした。
こちらもすっごいデザインが効いてて可愛いんですよ。見てください。ここも開くし、ここも開くし、とこのサイド、右サイドの方もパッカーンと開いております。ですごい私の好きなポイントなんですけど、こう袖が内側がこれ全部開くんですよ。ボタンここの脇の部分まで開いていて、だから袖に腕を通さなくても着れるっていう面白いシャツなんですよね。さらにさらに後ろにも開くスペースがあるんですよ。これ飾りじゃなくてちゃんと開きます。本当に開きます。はい、後ろもこのように全部開いてしまいます。本当に飾りじゃないんですよ。前のボタンだけにはロックの文字がしっかりと入っております。でロックのもう一つの魅力はですね、いろんな着こなし方が楽しめるっていうところですね。こういうシャツもね、どこを開けるかによって着こなし方が全然変わる、無限大な着こなしが広がるっていうのがすごく面白いなって思うし、今まであんまりこういった服ってなかったように思うんですよね。いろんな着こなしができるから全然飽きないし面白いですよね。でこちらも34、多分一番小さいサイズか2番目ぐらい小さいサイズなんですけど、もともとオーバーサイズ気味に作られてるので、これ全部袖締めてしまうと私全く手が出ないぐらい袖が長いんですよね。なので先ほどのようにここの裾、袖の脇を全開か、まあ、半全開ぐらいにして、ここから腕を出すみたいな、着方にしようかなと思っています。もともと結構オーバーサイズ気味に作られているので、男性の方でも着られそうな感じがします。私が着るとかなり大きめですね。素材はすごく柔らかくてしなやか、すごい気持ちいいシャツですね。はい、というわけで本日はロックというブランドのお洋服をご紹介しました。このロックなんですけれども、もう本当に見てて飽きなくって、本当はもっともっとたくさん欲しい服があったんですよ。他にもトレンチコートとかスウェットとかジャケットとかですね、本当にどれも可愛くてもういっぱい欲しかったんですけれども、まあ、やっぱりそこまで払えるお金はないので。で、あのロックのブランドの代表アイテムとしてはトレンチコートが合います。すごくトレンチコートが得意なブランドでして、まあ、ただその王道のトレンチっていうよりかは、こんなさっき紹介した商品みたいな感じで、もうすごく形をね崩したり切り込みを入れたりとか、そういうところがね非常に面白くて、私は惹かれるポイントがたくさんありました。なので今後もですね、ロックちょっと買っていきたいなと思えるブランドであります。でまた購入したら皆様にご紹介したいと思います。多分日本でも世界でもすごい今大注目されている方ですので、もしかすると今後ビッグメゾンのクリエイティブディレクターになるんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。うん、それぐらい優れたデザイナーさんだと思っています。本当に今後も期待しております。はい、それでは本日も見ていただきどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。